皆さん、こんにちは。病院それは命を救う場所。しかし、夜の帳が降りると、ここは全く別の顔を見せ始めます。今夜は、誰もが耳を疑うような、病院で起きた本当にあった怪事件をお届けします。第一の話夜勤看護師が見た黒い影の恐怖、第二の話霊暗室の怪奇現象と隠された真実、この怪談話をお送りいたします。果たして、これらの話はただの迷信なのか、それとも、真実は、あなたが想像するよりも、ずっと近くにあるかもしれません。心の準備はよろしいですか？では参ります。夜勤看護師が見た黒い影の恐怖。夜勤の看護師エマは、静まり返った病院の廊下を一人で歩くことに慣れていた。彼女はこの夜のシフトを何年も続けており、その静寂と暗闇の中に特別な平穏を見出していた。しかし、ある晩、エマはこれまで経験したことのない恐ろしい出来事に直面することになる。その晩、エマはいつも通りのルーチンをこなしていた。患者のチェック、薬の投与、そしてナースステーションでの文書作業。時計の針が午前2時を指す頃、エマは病棟を巡回するために廊下を歩き始めた。その時、遠くの方でかすかな物音が聞こえた。それは、まるで誰かが歩いているような足音だった。エマは一瞬立ち止まり、耳を澄ました。しかし、廊下は再び静まり返り、物音は聞こえなくなった。彼女はそのまま巡回を続けたが、心の片隅に何か不安を感じていた。エマはその夜、いつもよりも早く巡回を終え、ナースステーションに戻ることにした。ナースステーションに戻る途中、エマは再び足音を聞いた。今度はもっと近く、まるで彼女のすぐ後ろから聞こえてくるように感じた。エマは恐る恐る振り返った。その瞬間、彼女の視界に黒い影が映った。それは人間の形をしており、まるで誰かが彼女をじっと見つめているようだった。エマは驚きと恐怖で一瞬動けなくなったが、次の瞬間、その影は消えてしまった。彼女は急いでナースステーションに戻り、同僚にこの出来事を話した。しかし、同僚たちはその話を半信半疑で聞き流すだけだった。数日後、エマは再び夜勤に出た。彼女は前回の出来事が頭から離れず、再び同じ体験をするのではないかと不安を抱いていた。その晩、エマは霊安室の近くを通りかかった。霊安室は病院の地下にあり、普段はあまり足を運ぶことがない場所だった。エマが霊安室の前を通り過ぎようとした時、ドアの隙間から冷たい風が吹き込んできた。彼女は不思議に思い、ドアを開けて中を覗いてみた。霊安室の中は薄暗く、冷たい空気が漂っていた。その瞬間、エマは再び黒い影を目撃した。影は霊安室の奥に立っており、じっと彼女を見つめているようだった。エマは恐怖で震えながらも、その影に近づこうとした。しかし、影は再び消えてしまった。エマは霊安室の中を詳しく調査したが、何も異常は見つからなかった。彼女は急いで霊安室を出て、ナースステーションに戻った。エマはこの出来事を同僚や上司に報告したが、誰も彼女の話を真剣に受け止めることはなかった。エマは自分自身でこの謎を解明する決意を固めた。彼女は病院の古い記録を調べ、霊安室に関する情報を集め始めた。調査を進めるうちに、エマは驚くべき事実を発見した。数年前、霊安室で謎の死を遂げた患者がいた。その患者は重い病を患っており、治療の甲斐なくなくなったという。彼の死は不可解な点が多く、病院内で多くの噂が飛び交っていた。エマはこの患者の家族に連絡を取り、彼らの話を聞くことにした。家族は、患者が生前に何度も黒い影を見たと語っていた。その影は彼の病室に現れ、彼をじっと見つめていたという。エマはこの話を聞いて、霊安室で見た影がこの患者の霊である可能性が高いと感じた。エマは再び霊安室に向かう決意を固めた。彼女はその患者の霊が何かを伝えようとしているのではないかと考え、彼の魂を安らかにするための方法を模索した。エマは霊安室に到着し、深呼吸をしてからドアを開けた。中に入ると、冷たい空気が彼女を包み込んだ。エマは部屋の奥に進み、再び黒い影を目撃した。影は静かに立っており、まるでエマに何かを伝えようとしているかのようだった。エマは恐怖を抑えながら、影に向かって話しかけた。あなたはここで何を求めているのですか？何を伝えたいのですか？その瞬間、影は少し動き、エマの目の前に立った。エマは冷静さを保ちながら、再び問いかけた。あなたの魂が安らかに眠れるように、私にできることは何ですか？
影は一瞬静止した後、消えてしまった。エマはその場に立ち尽くし、冷たい汗が背中を伝うのを感じた。しかし、彼女は影が何を求めているのかを理解しようとしていた。エマは霊安室を後にし、患者の家族に連絡を取った。エマは家族に会い、彼らの話を聞いた。家族は、患者が生前に多くの未解決の問題を抱えていたことを語った。彼は病気と戦いながらも、多くの悩みや苦しみを抱えていたという。エマはこの話を聞き、彼の魂がまだ安らかに眠れていないことを感じた。エマは家族と協力して、患者の魂を安らかにするための儀式を行うことに決めた。彼らは病院の霊安室で祈りを捧げ、彼の魂が安らかに眠れるようにと願った。エマはその場で感謝の意を述べ、患者の霊が安らかに眠れることを祈った。その後、エマは再び夜勤に出た。彼女は霊安室の前を通りかかるたびに、冷たい風を感じることがなくなった。黒い影も二度と現れることはなかった。エマはこの経験を通じて、看護師としての使命感を再認識し、患者の命を守るだけでなく、その魂も大切にすることの重要性を学んだ。エマの体験は、病院のスタッフたちにも大きな影響を与えた。多くの看護師や医師が、この出来事を通じて、患者の死後の世界について考えるようになった。彼らは、患者一人一人に対するケアがどれほど重要かを改めて実感し、どんなに小さなことでも見逃さないよう心がけるようになった。エマ自身も、この経験を通じて、看護師としての使命感を再認識した。彼女は、患者の命を守るだけでなく、その魂も大切にすることの重要性を学び、日々の業務に励むようになった。彼女の話は、病院の怪談話として語り継がれるだけでなく、看護師たちの心に深い教訓を残した。病院という場所は、多くの命が生まれ、そして多くの命が消えていく場所でもある。その中で働く看護師たちは、時にこの世のものとは思えない出来事に直面することがある。エマの体験は、その一例に過ぎないが、彼女が感じた恐怖と不安、そして最終的に得た安堵感は、私たちにとっても大切な教訓となる。エマの経験は、看護師たちの仕事の重要性と、その背後にある人間ドラマを感じさせるものであり、彼女の勇気と献身は、私たちにとっても大きなインスピレーションとなる。この物語を通じて、看護師たちが直面する試練と、それを乗り越えるための力強さを感じ取ることができるだろう。霊安室の怪奇現象と隠された真実。病院の霊安室は、命が終わる場所として、その存在自体が神秘的であり、少し不気味な場所でもある。多くの人が霊安室を訪れることはないが、そこで働くスタッフたちは日々、様々な出来事に直面している。看護師のエミリーもその一人だった。彼女は病院での長年の経験から、霊安室での仕事に慣れていた。しかし、ある晩、彼女が体験した出来事は、これまでの常識を覆すものだった。エミリーは夜勤中、霊安室での業務を終えた後、ナースステーションに戻る途中だった。時計の針は午前2時を指しており、病院内は静寂に包まれていた。突然、彼女は霊安室から奇妙な音が聞こえてくるのに気づいた。それは、低いささやき声や物が動く音だった。エミリーは一瞬立ち止まり、耳を澄ませた。音は確かに霊安室の方向から聞こえてきていた。彼女は恐る恐る霊安室に戻り、扉を開けた。部屋の中は薄暗く、冷たい空気が流れていた。エミリーは部屋の中を見渡したが、誰もいなかった。彼女は自分の気のせいかもしれないと思い直し、再びナースステーションに戻ろうとした。その瞬間、再び音が聞こえた。今度は明らかに誰かが囁いているような声だった。エミリーは再度霊安室に戻り、部屋の隅々まで調査した。すると、突然、背後から冷たい風が吹きつけ、彼女の背筋を凍らせた。振り返ると、何も見えなかったが、確かに誰かがそこにいるような気配を感じた。エミリーは急いで部屋を出て、同僚にこの出来事を話した。エミリーが同僚たちに話すと、驚くべきことに、他の看護師や医師たちも同じような経験をしていることが分かった。彼らの話によれば、霊安室では不思議な現象が頻繁に起こっているという。深夜になると、誰もいないはずの霊安室から物音が聞こえたり、冷たい風が吹き抜けたりするのだ。特にある看護師は、霊安室で遺体の処置をしている最中に、不気味なささやき声を聞いたという。彼女はその声がまるで死者が何かを訴えかけているように感じた。また、別の看護師は、
霊安室で作業中に突然霊気を感じ、振り返ると白い影が一瞬見えたといった。これらの話を聞いたエミリーは、霊安室で起こっている現象が単なる偶然ではないことを確信した。エミリーは霊安室での出来事の真相を探るため、病院の歴史を調べることにした。彼女は病院の古い記録を調査し、霊安室の過去に何があったのかを突き止めようとした。すると、驚くべき事実が明らかになった。この病院の霊安室は、かつて戦時中に使用されていた場所であり、多くの負傷兵がここで命を落としていたという。戦争の混乱の中で、十分な医療を受けられずに亡くなった兵士たちの遺体がここに安置されていた。また、当時の医療技術では助けられなかった患者たちも多く、この場所には多くの無念な思いが残されていた。エミリーは、霊安室で起こる不思議な現象が、ここで命を落とした人々の霊の仕業ではないかと考え始めた。彼らの魂が未だにこの場所に留まり、何かを訴えかけているのかもしれないと思った。エミリーはこの状況を解決するために、霊媒師に相談することにした。霊媒師の名前はサラで、彼女は数々の霊的な問題を解決してきた経験を持っていた。サラはエミリーの話を聞き、霊安室での調査を引き受けることに同意した。サラが霊安室に到着すると、彼女はすぐに異様な気配を感じ取った。部屋に入ると、冷たい空気が流れ込み、まるで何かが彼女に近づいてくるような感覚があった。サラは霊安室の中心に立ち、目を閉じて霊とのコンタクトを試みた。サラは霊安室でしばらく瞑想し、霊との交信を試みた。すると、彼女はまるで多くの声が一斉に囁いているような感覚に襲われた。これらの声は悲しみや怒り、無念の感情が混ざり合っており、サラはこれらの声がここで命を落とした人々のものであると感じた。サラは霊たちに話しかけ、彼らの思いを聞き取ろうとした。すると、ある声が特に強く訴えかけてきた。その声は、私たちはここで忘れ去られた私たちの苦しみを誰も知らないという内容だった。サラはこの声が、この場所に残された多くの無念な霊の代表であると感じた。サラは霊たちの苦しみを理解し、彼らを慰めるために特別な儀式を行うことにした。彼女はエミリーと他の看護師たちを呼び集め、霊安室での儀式に参加するように頼んだ。サラは、霊たちに対する敬意と感謝の意を込めて、特別な祈りを捧げることを提案した。儀式の夜、エミリーと看護師たちは霊安室に集まり、サラの指導の下で祈りを捧げた。彼らはろうそくを灯し、花やお香を供え、霊たちの魂が安らかに眠れるようにと祈った。サラは霊たちに対して、あなたたちは決して忘れられていないあなたたちの苦しみを理解し、心からの感謝を捧げますと語りかけた。その瞬間、霊安室の空気が一変した。冷たい風が止まり、部屋全体に暖かい光が広がったように感じられた。サラは霊たちが解放され、安らかな場所へと旅立ったことを確信した。エミリーと看護師たちも、その瞬間に感じた平穏な空気に安堵の表情を浮かべた。その後、霊安室での不思議な現象は完全に止まった。エミリーと看護師たちは、この出来事を通じて霊安室の重要性と、亡くなった人々への敬意を再認識した。彼らは、霊安室が単なる遺体安置の場所ではなく、亡くなった人々の魂が一時的に泊まる場所であることを理解した。エミリーは、この経験を通じて看護師としての使命感を再認識した。彼女は患者の命を守るだけでなく、その魂をも大切にすることの重要性を学び、日々の業務に励むようになった。彼女の話は、病院のスタッフたちにも深い教訓を残し、彼らが日々の業務を行う際の指針となった。病院という場所は、多くの命が生まれ、そして多くの命が消えていく場所でもある。その中で働く看護師たちは、時にこの世のものとは思えない出来事に直面することがある。エミリーの体験は、その一例に過ぎないが、彼女が感じた恐怖と不安、そして最終的に得た安堵感は、私たちにとっても大切な教訓となる。エミリーの経験は、看護師たちの仕事の重要性と、その背後にある人間ドラマを感じさせるものであり、彼女の勇気と献身は、私たちにとっても大きなインスピレーションとなる。この物語を通じて、看護師たちが直面する試練と、それを乗り越えるための力強さを感じ取ることができるだろう。この物語は、病院という場所が持つ独特の緊張感と、そこで働く看護師たちの心の強さを描いている。エミリーの体験を通じて、
私たちは未知の現象に対する恐れと、それにどう向き合うかということを考えさせられる。看護師たちが日々直面する試練と、それを乗り越えるための勇気と献身は、私たちにとっても大きな教訓となる。この物語を通じて、看護師たちの仕事の重要性と、その背後にある人間ドラマを感じ取ることができるだろう。今夜の怪談話はいかがでしたか？あなたの周りにも、語られざる怖い話が隠されているかもしれませんね。もし今夜の話に興味を持ったなら、このチャンネルをぜひ登録してください。そして、ベルのアイコンをクリックして通知を受け取ることを忘れずに、次回も、あなたを驚かせるような話を用意してお待ちしています。恐怖と興奮が交錯する、病院の怪談シリーズをお楽しみに。それでは、皆さん、良い夜をまたお会いしましょう。さようなら。